あ、チャンス。斉藤、斉藤、フローター決めた。まあ、ここはその前のスクリーンがうまく当たってたんで、佐藤だ、もう一度斉藤、ノー、ここで決めた、高橋、斉藤、橋本をかわした、ボールは飛びバスケットボールカウント。このプレーです。これはもうここは合わせない、滋賀、どうか、斉藤、いやーよく決めた、ここで決めるのか、よく決めた。さあ斉藤から自ら決めた、いいプレーですね、はい。まあ、特に今シュートの、ね、リズムとか悪いですから、あとはディフェンスのハードさですね。続いて持っていくが、シュート。ビックス、ここのエアーズ絡んでいきますが、あっとスティール、斉藤だ。わあ、個人技見せて、このバストブレイクは大きい。対しての対策を練れるので、ラッキーな時間ですよね。はい、やっぱりそのゾーンディフェンスに対しては効率もいいですし、アシストもできますし。わー、エアーズ、これには会場もどよめきました。斉藤です、ブラッキーズ、右サイドでかなり激しい動き、抜け出した斉藤、あー行きました、斉藤、かなりディフェンス両チームともタイトですね。そうですね、今はもうエアーズもしっかりと手を挙げて、あー、いいプレーですね。斉藤からエアーズだ。エアーズもスリーポイントは打てますが、そしてエアーズが持ち込んだ。まず島根が抜け出しました。そこからうまくタイムアウトと選手交代によってリズムを掴んだ。ここはコンビプレーを見せました。カップ3連覇も経験しています。まあ、その時には八村と一緒にプレーをしていました。斉藤拓実、決めた。しっかりここも戦っています。島根スタローマジック。アミー、シェーファーにコーティー。人たちもですね、相当こう自信があって、これもすごいいいパスでした。すごいパスでしたね。そうですね。この斉藤拓実のバックパスからシェーファー・アビー・コーヒー、もう完全にディフェンスが斉藤に。支え目のシュート、これも外れる。リバウンド、ブラッキンズ。これはエアーズに渡った、ダッシュだ。カリノ振って、斉藤拓実のミドルシュート、わー、すごいバスケットカウント。しかも今シェーファー・アビー選手、このブロックですね、なるほど、スクリーンが良かったですよね、はい。そして先ほどの名古屋24番ジェッ、うん、ここは笹山はかなり激しいディフェンスに行っているが、これをかいくぐっているフローター。取る人が数字を取ってきました。果敢に攻めていった、バスケットカウント。ここからワンステップでね、今一気にこう持っていくんですよ ね。さあ今このジョンソンが外国籍選手いますが、ガードナーは下がっていますが、いいす、さあここで持っていく、斉藤は決めます。